アイドルワイブスはロイス・ウェバーとフィリップス・スモーリーが共同監督し1916年に制作されたサイレント映画女優メアリー・マクラレンの最初期の出演作品の一つであるバラエティ市1916年9月29日号に掲載された広告とある映画館で互いに何の関係もない観客たちがライフズ・ミラーと題された映画を見るその映画は まるで鏡のように彼らの人生を映し出したものであった。彼らは自分たちが今のまま進めばそうなるであろう未来を見ることができた。若い娘モリーは親が禁じているのに背いて男友達と映画館に来ていたがありえべき未来では妊娠したことを告げたところ男に捨てられる。この結末を見た彼女は悔い改めて家に戻り両親に家を出たことを浴びる。 別の女性アングオールは彼女をないがしろにして新しい女友達に走った夫を映画界まで追ってきて夫や子供たちから離れる決意をする。しかし映画の結末では夫は彼女と共に家に戻ることを選ぶ。ある労働者は妻や子供たちと共にその惨めな生活を嘆いている。映画は楽観的に未来を見据えることで彼らに明るい未来への希望を見せる。 両親の葛飾があまりなかった若い男はこれを食いる。この映画はユニバーサル映画制作会社によって制作された。アイドルワイブスを上映中のニューオリンズのクローブ劇場、1917年。この映画はユニバーサル映画制作会社によって配給され、アメリカ合衆国では1916年9月に劇場公開された。日本では 1917年5月26日に帝国間で風切り公開された。この映画はフィルムが部分的に現存している映画であり、フィルムの一部はニュージーランドフィルムアーカイブとアメリカ議会図書館のフィルムアーカイブに保管されている。ありがとうございます。